とか、まだ見てないんだよとか、あと2話ぐらい見てないのとか、本当にそういう方がいらっしゃるとしたら、もう今すぐにでも本当にね、普段はハルピョンの配信本当に見てほしいんですけれども、これは多分見てたらハルピョンへのネタバレの怒りしか感じなくなると思うので、今日だけは他の女の配信に行くことは許すかもしれませんけれども、ね、本当にザネタバレのネタバレのネタバレなので先に言っておくんですけど、皆さん気をつけてください。はい、ということで、まあいいよって、全然見てないし、なんか見る予定もなんか時間とかもないから、あんまり見る予定もないから、全然ネタバレいいよっていう方はぜひ見ていただけたら嬉しいんですけれども、いやー本当にですね、本当にですね、いやーマジかーっていうのが一番の、まずは本当に日野ごめん、私も日野くんだと思ってた、日野っちごめん、そして川村くんやばかった、本当にもうとにかく日野っちごめんっていう気持ちで今はいっぱいいっぱいなんですけど、いやーマジかうん、びっくり、びっくりでしたね。日野さんは迫田さんごめんなさい、本当に。でも川村さん、川村さんはなんて名前の方だっけな、もう今の私の中で川村さんでしかないからちょっと待って、真犯人フラグ、誰だ、田中さん、もうって感じです。私はもう本当になんかね、もう全部に関も対してもうとにかく真帆ちゃんが蝋人形にされてたのが涙でしかない、もう本当に、もうそれが一番私の中ではマジ川村さんって思いました。あとはなんか私 の、 その見てた考察の方 の、 その方が生配信してて、そのコメントなんて言うんだろう、そのチャットのコメント欄になんか死別っていうアニメを見に行くんだみたいな話をしてたんですけど、ドラマの中で、で鬼滅のまあなんて言うの、似たようなバージョン、その
なんていうんですか、似たようなバージョンだと思ってたんです。まさか死別だったか本当にと思ってっていうコメントがあって、まさかアニメが伏線になってたとはみたいなコメントがあって、うわ本当やと思って、もうって思いました。すっごいただただ相良さんがいい人で、日野さんもいい人で、日野さんごめんっていう気持ちとあの猫おばさんがの最後のなんかいい人感がもう否めないのと、あと菱田さんも山田さんも山田コーチもね、すごいほほほーみたいな感じで、キヨくん可愛かったしっていう気持ちでした。もう本当に真帆さんさえ生きててくれれば、宮沢りえさん役、違う、真帆さん役の宮沢りえさんさえもうあそこで最後にパパって言ってくれれば、もうそれさえあればもう私はもう何もなかったの、もうそこでなんで人形にしちゃうかな、本当に、はあ、週刊追求プレミアム、Hulu さんの絶対見ます、うん、ね、猫おばさんのとりあえずはいドンめっちゃ良かった、うん、なんか人への愛ってそんなにすごい強いものになっちゃうんだなっていうのが、なんかこの今回のあの田中さん演じる川村さんを見てて思いましたね。だってさ、1話の時点でもう真帆さんは天国に行ってたわけでしょ。はあ、やばやば、真帆さん、ちょっと今真犯人フラグ盛り上がってる時にこのピョンムービーを送りますね。真犯人フラグの動画を撮ったので、ピョンムービートレンド入りしてるうちに、うん、でも結構 Hulu のその新遊館中級プレミアムで回収されることが結構多かったので、なんかそのあの週刊追求プレミアムって確かに田中さん川村さん出てこないなって思ってたけど、そういうことだったのかって思いましたね。もう全部の事件が終わった後に週刊追求プレミアムっていう雑誌が新たに創刊というかされてね、うん、そういうことか、おで絶対みんなさ、え、これまだ Hulu さんに入ってない人とか、え、これ川村さん週刊追求プレミアムで何喋ってんだろうって思って Hulu さんに登録するじゃん。うわ、いい戦略だいい戦略だよ、もうマジでやばいな。もう芳根京子さん愛してます芳根京子さん愛してます。私はもうそれでいいや。
そうですね、Hulu さんに加入してる方はそっちも見た方がいいです。ちょいちょいそっちで回収されることとかもあったりとかして、そうそうそう、いけいけ、頑張れピアノで。ね、最後までビジ、てかもう最後のさ、あのカット見ました？泣く前の、あの泣いて帰る前のその課長に、なんか絶対幸せになってくださいって言ってる時のあの顔がもう可愛すぎてやばい。うん、そう思ってた。プディングオンミーさん、ハートありがとうございます。山内さん、ハートありがとう。キュンです、ありがとうございます。あんな人になりたいな、マジで。顔面強すぎ。うん、ああなりたいなと思った。やばい、もうやばいって。てか凌介さん、凌介さんとか言って、さくらさんめっちゃなんかケロッとしすぎててさ、なんかもっと、いやー真帆のこと好きだったやんねえ。竹兄さん、結婚してありがとうございます。さくら凌介さんみたいになってくれますか？あの河村さんみたいにならないですか？河村さんみたいにちょっと曲がった愛にならないなら、うん、ね、プロビンさんが配信してたの受けたな。いやーね、本当に、うん、最後の晩餐か、皆さんは最後の晩餐何食べますかっていうのが無駄なんですよねっていう話をさっき聞いたんだよ私的にあなたの番ですとどっちが良かったか。なんか結構あなたの番ですは結構なんか人間の血をいっぱい見たじゃないですかうん、そう、すごい怖くて、でも私西野七瀬さんが大好きなのでって思ってたんですけど、そうなんですよね、主人公の妻になったら殺されるのか。秋元先生はそんなに主人公の妻を殺したいのかな。やめてくれよ本当に。しかもさ、あなたの番です覚えてますか？あなたの番ですの503だったかな、赤池夫婦だったっけ、赤池夫婦かな、がバースデーパーティーでお亡くなりになった時覚えてますか？あの遺体にレジ袋かぶってたんですよ。今回輝きの世界レジ袋かぶってるんですよ秋元先生はレジ袋かぶせたいんですか人に身長伸びないですよ、もう身長伸びなくなっちゃうよ。そう、おばあちゃんのいるお家、そう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 、
そうですそうですそうです、レジ袋かぶると身長伸びなくなるって私言われて生きてきたんだよ。うん、本当にもう、もうでも分かりました、もう今後秋元先生のなんかそういう企画とかのあの あれがドラマとかがあった時はもう主人公の妻は亡くなっちゃうっていう、はい、もうそういう目線でこれからは見たいと思います。そうですね、漂着、え待って、それ私見てないんですけど、まだなおちゃんのやつまだ見てないの、まだ録画してある全部。やばくない、もういつまで録画してあんの。なおちゃんのやつ、斉藤匠さんとなおちゃんのやつ、うん、くじのだいごさんハートありがとうございます。もうやだ、ショスタコービッチになれたかな私は。もうね、コウバさんのあの本当にね、もうでも、もうでも、もう真帆さんっていう気持ちで見てたのと、あとはね、私もう755にはなるべくそのみんながなんかハルピョのね755のせいでネタバレにならないようになるべくね、あのなんかなんて言うんですか、なるべくね犯人がわからないようなあれにしてたんですよ、つぶやき。そう、相良さんってめっちゃいい人なんやなとか、伊勢くんやばいマディカー、これ真犯人川村さんってなった時マディカーってなって、でもその川村さんがいや僕じゃないよって二宮さんに言ってる時にだよねって心落ち着かせたと思って、そしたら青黒いの時にってなって、もう確定、もう川村さん確定ってなった時にもう人間って怖いんだなって、そんな親友だってなってたのに、やっぱり真犯人は近くで見て笑ってるんだなと思って、人間って怖いよって送って。そう、でさ、そのなんだっけ、あの誰だっけ、相良さんがビール持って冷蔵庫で隣にいて、あの川村さんが絶対真帆ちゃんとあっちゃんとひかりちゃんをそんなことした犯人絶対見つけようなって言って、その川村さんが電話してる時に自分やんってあの755してました、はい、そうそう、ウケるよね。待って、ピョンムービーがもう4000回突破してる、やっぱもう5000回突破してる、昨日のピョンムービー4800なのに。やっぱすごいな、真犯人フラグってタグを、まあ、1個じゃないけど真犯人フラグ最終回っていうのもつけてる、もうそれをつけるだけでやっぱみんなすごいですね、本当に、うん、ありがたい。
強いタグだわ。やっぱ当日の方、当日にねみんなこうやって真犯人フラグどんな、あやっぱみんなもそう思ってたよねとかって思ってこうやって見るから多分ねバズるっていうか、うん、いやいやいやーって感じでしたけども、あ戻れた、私はこれは戻れたんですかね、こんにちはこんにちは、でもなぜか頭だけどういうこと、もう嫌なんだけど、ちょっと待って、でもとりあえずちょっとランキングだけ呼びますね。ねえごめん、私も川村さんに消されるかもしれないのでとりあえずランキングだけ読みます。なんで頭しか映んないんだろうどうしたらいいんだろう、いきます。1位チームよっちゃんさんありがとうございます、ウケる。2位サクタロウと今日は配信見れただけでも良きでしたさんありがとうございます。3位パンダさんありがとうございます。4位モノクロームさんありがとうございます。5位ゆうちゃんさんありがとうございます。6位サンんアルマサとサトリアアット私はインドネシアから来たんですありがとうございます。7位プディングオンミーさんありがとうございます。8位ベベモンさんありがとうございます。9位ときめきコバピョンさんありがとうございます。10位、長野県民さんありがとうございます。11位レクサーアットピョンドさんありがとうございます。12位スミちゃんアット橋本旅館に泊まれたら人生終わるかっこいい意味、いい意味ってつけとけば何でもよらされる説。13位つっちーさんありがとうございます。そして本日のラッキーエイト88位はなおアットなお57さんです、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思いますはいやばうさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはあるありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで、皆さんに4100、私がもうちょっと上に行けばいい話か、4152人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本アルナでした。ありがとう、なんか謎だけどバイバイ、おやすみなさーい。